どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2021年になりましたので、ポイントサイトからのポイント交換ルートまとめということで解説ね、やっていきたいというふうに思います。マイルを貯められている方、まあその他のねポイントを貯められている方もですね、このポイント交換ルートっていうのはね結構重要になってくると思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。それではまず ANA マイカーですね。こちらはポイントサイトからドットマネーを経由して東急ポイントで、東急ポイントから ANA マイルっていうルートですね。こちらは ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードがね必要っていった感じになっておりまして、交換率は 75% ですね。 ANA マイルに交換できるっていうルートですね。次はですね、ポイントサイト EC ナビ等々のドットマネーをね利用できない場合のねルートですね。 JQ みずほルートであったり、ニモカルートだったり、交換率は 70% っていう風になっておりますでですね、まあこんな感じになっておりまして、 PEX からニモカポイントに交換して、そこから ANA マイルですね、まあ、こちらは ANA ビザ、ニモカクレジットカードが必須っていう風になっておりまして、まあ、こちらね 70% で交換できるということで、かなりねシンプルで利用しやすいなっていう風に見えるわけなんですけども、まあこちらねインターネットで交換が完了できないっていう風になっておりますんで、実店舗があるですね場所まで行かなきゃいけないんですよね。ですんでちょっとね利用するのは難しいかなっていう感じなんですよね。ですんでまあ基本はですね、 PEX から T ポイント、JR キューポで永久不滅ポイントからの ANA マイルがね、まあこちらが一番メインのルートになるかなっていうふうに思います。またですね、 V ポイントから G ポイントで JR キューポね経由しても交換することができるんですけども、先日のね三井住友クレジットカードの解約ね解説させていただきましたけども、 V ポイントからですね G ポイントのレートもですね2021年の4月以降ですねレート落ちるっていう風になりますんで、まあ3月まではですねこちらのルートね利用することねできるわけなんですけども、まあ4月以降はですねポイントレートね落ちるということで、まあ利用する必要はねないかなというふうに思っております。でですね、こちらの一番真ん中のルートですね、こちらに関しては JR キューポから永久不滅ポイントにね交換するに JQ セゾンカードが必要というふうになっておりまして、永久不滅ポイントから ANA マイルに交換するのにですね、みずほ ANA マイレージクラブクレジットカードがね必要というふうになっております。それでは次に JAL マイルですね。交換率は 50% ということで、かなりねシンプルですよね。各種ポイントサイトからドットマネーを経由して JAL マイルっていう感じで、まあこちらねポイントサイト EC ナビだけはねドットマネーに交換できないので、まあ、PEX を経由して D ポイントから JAL マイルっていうルートですね、また T ポイントをね経由して JR キューポポンタポイントで JAL マイルっていう感じで、まあどちらにしてもですね交換率は 50% という風になっておりますんで、 JAL マイルはねこんな感じになっております。またね特にね必要なクレジットカード等々もありませんので、まあ誰でもね簡単に利用することができるっていった感じになっております。それでは次にその他のマイレージサービスですね。ポイントサイトから PEX に交換して V ポイントで、 V ポイントからブリティッシュエアウェイズ、シンガポール航空、エアフランスのマイレージにね交換することができます。こちらねできることはできるんですけども、先ほどもね言いました通り、三井住友ビザカードのね解約の発表でこちらのレートもですね落ちるっていった形になりまして、2020年1月現在ですねまだ 60% で交換することができるんですけども、2021年4月以降はですね 50% に変わるっていう風になりますんで、まあ、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。またですね、シンガポール航空のマイレージサービスに交換することできるんですけども、2021年1月現在ですね、こちらポイント交換ね停止されてるんですよね。でこちらに関してはいつね復活するかね全然分かりませんので、復活して交換できるようになるかもしれませんし、まあ、このままねなくなってしまうかもしれませんので、まあ、この点はね覚えておいていただけたらなというふうに思います。でですね、この V ポイントから各種航空会社ねマイレージに交換する際はですね、三井住友ビザカードが必要というふうになりますんで、こちらはね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それでは次にですね、その他のおすすめポイントということで、一応ね交換率が 100% なものをね紹介したいなと思っておりまして、まあ、各種ポイントサイトからスターバックスのポイントですね、まあ、こ
ちらね 100% で交換することができますので、またねスターバックスということでかなりね人気ありますんで、交換されてる方もね結構いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、まあ、こんな感じでね交換することができます。またですね、各種ポイントサイトから PEX、T ポイント、JR キューポ、永久不滅ポイントということで、こうやってね経由していくとですね、プリンスホテルのポイントにも交換することができます。でプリンスホテルのポイントにねこちらも 100% で交換することができますので、プリンスホテル自体もですねプリンスホテルポイントで無料宿泊っていうのをね利用することができますので、もしねホテル利用されたいっていう方はですね、こちらのルートねかなりおすすめっていう風になっております。でですね、プリンスホテルポイントのねルートに関しては、 JR キューポから永久不滅ポイントに交換するのに JQ セゾンカードっていうのがね必要っていう風になります。またですね、そこからプリンスホテルのポイントに交換するにもですね、西武プリンスクラブセゾンカードっていうのがね必要っていう風になりますんで、こちらはね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。まあ、こちらのルートね利用するとポイントサイトのポイントで、まあ、ホテルがね無料で宿泊できてしまうっていう風になりますんで、まあ、飛行機はねマイルで取って、ホテルはねポイントで取るみたいなね、そんな感じでね旅行することもねできるっていった形になっておりますんで、まあ、クレジットカードはね必要っていう風にはなるわけなんですけども、こちらもねおすすめのルートっていう風になっております。でですね、今回の動画で紹介したねルートをねまとめさせていただくとこんな感じになっておりまして、結構ね複雑になってしまうんですけども、このね表も全てのポイントをね網羅しているわけではありませんので、あくまでね私のおすすめのねポイントの交換先っていう風になっておりますんで、本当にねポイント交換ルートってすごいたくさんありますので、もしね何かのポイントにしたいみたいなね感じであればですね、ポイント交換ルートをね調べるサイトっていうのもですねありますので、そちらね概要欄に貼っておきますんで、もしねこのポイントからこのポイントにね移行できないかなみたいなね思った場合にはね、そちらのサイトを利用してみていただけたらなっていうふうに思います。またですね、このポイント交換ルートをですね覚えるっていうのもかなりね難しいかなっていうふうに思いますので、ちょっとね忘れそうだなって思われる方はですね、スクリーンショットでね撮っておいていただいて、後からね見直して利用してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね2021年になりましたので、ポイントサイトからのポイント交換ルートまとめということで解説させていただきましたけども、個人的にはですね2021年もですねマイルどんどん貯めていきたいなというふうに思ってるわけなんですけども、まあ、マイルを貯めてもですね国際線は利用することができませんので、ちょっとなと思ってる方もねいらっしゃるかと思いますので、まあポイントね現金に交換するのもいいと思いますし、 T ポイントにね交換して20日にねウェルシアで購入してですね 1.5 倍分購入するのもねいいと思いますし、プリンスホテルのポイントにね交換してホテルステイね楽しむなんてこともね全然いいんじゃないかなというふうに思います。またね、プリンスホテルのね必要ポイント数っていうのも2021年になりまして変更ねアナウンスされておりますんで、ちょっとね細かいところはですね公式サイトね載せておきますので、そちらからね確認していただければなというふうに思うわけなんですけども、2021年になってですねザ・プリンス桜タワー東京、またですね、ザ・プリンスギャラリー紀尾井町ラグジュアリーコレクションホテルもですねポイント交換でね宿泊することができますし、必要ポイント数ね下がってるホテルもちょこちょこありますので、昨年ね変更された時にね結構ねポイント一気にガツンと上がったんですけども、またね2021年になってですね結構ね必要ポイント数下がったホテルもありますので、ポイントサイトのポイント交換してですねプリンスホテル宿泊されたいという方はですね、ぜひねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。